はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。今回はですね、ジャパンサイコロジストエージェンシー、企画、の動画ということで、内容については、私は、ノーチェック、でございます。こうしろ、ああしろとかいう指示は、しておりません。メンバーの、独自の、企画の動画、というふうに、なります。で、テーマはですね、修正版グランデッドセオリーアプローチ、いわゆる MGTA ですね、について、内間が、と動画を作って、くれています。そうですね、こちらの動画ですけれども、どういった方向けかというと、まあ、大学院生が GTA についてこう発表しろっていうふうに先生に言われたときに、参考になるかなと。いうのと、あとは、各種試験対策、各種試験というのは臨床心理試験とか公認心理試験とか大学院入試ですね、のその対策で少し踏み込んだ理解をしておきたいという方、あとは、これからですね、GTA を初めて、実施しようという、まあ、MGTA を初めて実施しようという方に、おすすめです。まあ、そういった方に、お役立ていただけるんじゃないかなと思っています。ただしですね、まあ、MGTA の論文を1本くらいは読んだことのある方じゃないと、ちょっとこう、真意をつかみにくいかなという。感じかなと思います。それは別にこの動画に限らずですね、やっぱり MGT に関しては一回論文をまあ見ておかないと、そのこういうものの本っていうか、まあ本とかね、動画とかの解説だけを聞いても、ちょっとなんか、本質的な部分っていうのは捉えにくいと思いますので、ぜひ何か関心があるテーマで1本論文読んでから、こういう解説とかを見て、見ることをね、お勧め、しております。ということで、どうぞ。はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー、内間でございます。今回はですね、質的研究法解説ということで、まあ、質的研究法いろいろありますよね。KJ 法であったりとか、KH コーダであったりとか、スキャットであったりとかですね。で、その中でですね、今回は MGTA、修正版グランデッドセオリーアプローチについて、お話 をしていきたいと思います。はい、私自身がですね、質的研究を、まあ、することが多いっていうのもあって、今回は、こういう、お話をしてみようかなと思って、動画を撮っています。はい、ちょっとですね、画面が近いぞっていう感じが、気がすると思うんですけど、めちゃくちゃ視力が下がっててですね、今、裸眼なんですよ。コンタクトも、メガネもつけてなくて。で、なので、パワポをですね、画面を、顔を近づけないと文字が読めないので 画面ちょっと近いんですけど、この距離感で行かせていただきます。はい。まずですね、修正版グランデッドセオリーアプローチとは何なのかっていうことをですね、簡単に、まず、概要をですね、お話しします。まあ、はい、よく知られているように MGTA というふうに略されます。何の略か、まあ、英語版としてはですね、英語の名称としては、Modified Grounded Theory Approach。M はですね、はい、モディファイドというふうに、読みます。で、これは、社会学者である、木下、康人先生ですね。はい、木下先生が、質的研究法の一つである GTA、グランデッドセオリーアプローチの、特性を生かして、実践しやすい方法に修正した、独自の修正を加えた、質的研究の方法論というふうに、言われています。まあ、言われていますというか、木下先生ご自身がですね、そういうふうに、解説をしています。はい。で、もともとの、GTA はですね、1960年代に、提案されました。で、どういう理論としてですね、どういう、分析手法として提案されたかっていうと、理論生成を目的として、そのためのコーディング方法を、提案したものと、されています。
で、それが多くの、研究者とかですね、多くの人の関心を集めました。で、主にどういうところで関心を集めたかっていうと、看護とか保険の領域、保険っていうのは生命保険とかじゃないですよ、保険体育の保険の方ですね。それから医療、リハビリ、ソーシャルワーク、介護、教育、臨床心理など、ヒューマンサービス領域において関心を持たれました。はい、このヒューマンサービスの領域っていうのがですね、後々の、後半の方の解説の方でも出てきます。で、GTA、よく、グランデッドセオリーアプローチって言いますけど、何のことだ。グランデッドってなんだ。セオリーはですね、理論っていうので分かるんですけど、グランデッドってなんだって感じ、思ってる方いるかもしれないです。G はですね、データに根ざして概念を作り、概念同士の関係性を見つけるっていう意味があります。で、T はですね、セオリーで理論を生成する研究手法で、アプローチは、アプローチで、ですね、ここが手法、研究手法っていうふうに、なります。なので、GTA、そうですね、MGTA は結果として理論を生成することが目的とする、される、分析手法になってきます。はい。そうですね。質的研究っていうのは、大体が、仮説生成の、過程で使われる、研究手法になりますが、その中でも MGTA はですね、理論を作るっていう、明確な目的が、あります。はい。で、それでですね、研究する人間っていう、すごいですね、質的研究をとか、あるいは MGTA を知らない人からすると、大層な名前が、大層な、概念が出てきたなっていう感じなのかもしれないですけど。